ダニール・ハルムス1942年2月2日は、ソ連初期のシュルレアリスト、不条理詩人。戯曲や児童文学などの創作を行い、不条理文学の先駆者として注目されている。本名ダニール・イバーノビチ・イバチョフ。署名は、ラテン文字化したダニエル・チャームズを使用した。サンクトペテルブルク生まれ。父のイヴン・イバチョフは、ロシア帝国の 反体制テロ組織人民の意思の一員として有名でアレクサンドル三世に対する破壊活動に連座して収監された人物である。ハルムス自身は1927年に仲間の詩人ブベジェンスキーやザボロツキーらと共に前衛文学結社オベリュー、オベリューを設立し未来派の影響下で芸術活動を行った。1930年代に ソ連当局による文化、文学の統制が強化され、活動自粛を余儀なくされた。そこで自動文学を書き始めたが、作風が危険視されて何度か逮捕される。1941年の逮捕が最後となり、数ヶ月後に収容所内の病院で死亡したとされる。その実験的な作品は地下出版によって読み継がれた。オムニバス収録。ありがとうございます。